坂木原金之助は、日本の新聞記者、政治家、東海新聞の創立者の一人、東海新聞社の社長を26年間務めた。また、愛知県議会議員を2期務めた。坂木原が最初に携わった、岡崎町方岡崎市の新聞記者仲間と共に、後列右から2番目が坂木原、愛知県ぬかた郡常磐村、大あざ大柳に生まれる。 祖父の事業の失敗から岡崎市の中心部に一家は移住。文校を見習いをしながら家計を助け、ぬかた郡岡崎高等小学校を卒業。1915年春、竹内教授が社主を務めていた日刊誌、岡崎町法に入る。やや遅れて入社したのが大田工事であった。大田は下作的色合いの強かった同僚記者とは一線を画し、 自自漫談という後派の文章を執筆していたという、組合活動を行う過程で次第に社会主義運動への傾斜を深める。地元に関し新三河の政治部記者だった島田小市がオルクの中心となり、坂木原も島田の人柄に引きつけられ運動に身を呈することとなった。木原は後に解雇録の中で昭和初頭の解放運動の特筆すべき現象は、 両家の霊場たちがだれを打って参加したことであると述べているが、その中に山川人氏の最初の妻となる大菅里子もいた。1925年、近藤春次が岡崎長報に入社。1930年5月、三河日報記者の和田栄一が結核で死去。和田の葬儀で島田小一と黒柳次さんは組合組織の問題を提起。 同年7月1日、島田、黒柳、落合秀夫らによって、岡崎合同労働組合が設立された。9月頃に役員が定められ、委員長には島田がつき、坂木原は常任委員会の委員として加わった。近藤春次、神谷三次、黒柳真二らも後に活動に加わった。1931年1月15日夜、三河日報事件が発生。 黒柳次佐を、坂木原ら5名が、事件の実行犯として起訴される。起訴猶予となった坂木原は、神谷三次、伊藤鈴浦と共に、同年10月10日、無産青年連盟岡崎市局を設立。全協の再建、繊維産業の組,の組合の組織化などを企てるも、当局の察知するところとなり、12月20日に、検挙された。 1932年10月30日、静岡県熱海町で日本共産党幹部が一斉検挙された熱海事件が起こる。弾圧の嵐が吹き荒れる中、同年暮れに、坂木原は神谷三つ本田ン光太郎の甥いの本田ダ表作郎らと日本共産党西三河地区委員会を結成した。審判は数十人に及び、その中には後に CBC の重役となる、 安藤春夫もいた。地方としては、画期的とも言える早い時期に生まれた、岡崎共産党であったが、翌1933年1月に大規模な検挙があり4分5列。西尾市内のアジトにいた神谷は、ま一発、警察の手を逃れ、冬の矢作川歌歩で渡り安城のカフェで、木原と連絡。木原も名古屋市内のアジトを転々として、逃げ回ったが、 3月には2人とも逮捕され、東細胞は事実上壊滅した。極中に転校。1933年6月10日に、佐野学と鍋山貞地下が発表した転校生命に刺激されたことを理由の一つに挙げている。1935年10月に刑期を終えるまで、在国期間は延べ4年余りに及んだ。釈放後直ちに岡崎長法に復帰。 編集長の長野緑邸が病床に付し、1年足らずで高い。同志の主たる筆地は坂木原が担うこととなり、編集局長に就任。1936年3月11日、従業員3404名を有する日本霊園岡崎工場において、労働者は15項目の要求書を会社側に提出。同盟企業には至らなかったが、葬儀は8月まで続いた。 坂木原は、紙面全部を追やして、工場側を批判し、工場上の森田提也をして、あんたのような無茶な人も珍しいと言わしめた。左翼的な組合運動は、衰退期にあったため、この葬儀では、右翼団体の愛国公民協会が仲介に入った。賃金3割値上げ、定期昇給の実施などの要求は入れられたものの、5名の行員が解雇された。 1940年11月1日付で、岡崎町方は、新三河を吸収し、三河新聞に解消。同市編集長に就任。1941年12月13日に、新聞事業例が交付され、一県一市の国策により、1942年7月30日、三河新聞も廃刊となる。岡崎商工会議所から返纂を移植され、 同年12月15日、岡崎商工会議所50年史を刊行した。岡崎市長の菅野啓三郎の紹介により、日本柄防止統制会社に入社。1943年ぐれ、白紙動員の霊証を受け、徴用校として名古屋市の軍事工場に移る。東海新聞社社長時代の坂木原第5回、国民体育大会バレーボール競技大会1945年4月。 岡崎疎開工場建設の先行要因に選抜される。関連工場の一つに水雷触覚の東海兵器があり、同社の社長が後に東海新聞を共に立ち上げることとなる黒柳明であった。廃線に伴い軍事工場は解散。ガラボ統制会社に復職するも急行成長の本社は岡崎空襲で消失しており、会社の閉鎖も 時間の問題であった。その頃、瓦礫の山の農美町の電車通りで、黒柳明にわったり出会い、金ちゃん、新聞をやらんかねとの誘いを受ける。ガラボ統制会社の鈴木則平社長の賛同も得られ、同年9月初旬、用紙獲得とスタッフの編成、資金集め等に着手。満員電車に揺られて上京すること数度、10月、初めに内閣情報局から、 用紙割り当ての許可が下る。黒柳の持ち家である、元の未町188番地の民家で、創業事務に取り掛かり、12月25日、東海新聞は創刊した。合資会社東海新聞の初代社長は黒柳、主幹編集長は坂木原。創刊号の二面特集は、民主主義強度の建設へ盛り上がる新生の息吹、であった。同年暮れ、竹内教授。 画家の杉山真珠、弁護士の天野松次、岩津実利章学校創立者の足立一平らと共に、岡崎文化協会設立の案を練る。同協会は、翌1946年2月3日に創立した。1947年5月、新聞及び出版用紙割当委員会から、配給中止の指令を受ける。配給中止指令により、 全国の地方市中二十数社が廃業を余儀なくされたが、東海新聞は、坂木原の粘り強い交渉が走行し、廃給復活を勝ち取ることができた。同市は、業間全額明けを2分明けに、改めて記事の収容量を増やし、東西三河の数用地に支局を設け、やがて工場施設を自営に切り替えた。岡崎市の戦災復旧区画整理事業の計画図面を、 全ー時代で掲載した号は即日売り切れとなり、観光頻度も不定期間から確実感に、確実感から日刊へと変わった。東海新聞は株式会社化し、社長に就任。1948年1月21日から1954年まで、岡崎市公安委員長を務めた。1949年4月、柄宝石のゴーソガウンタッチ大電機を出版。 1950年2月下旬、首都局は岡崎公園において来る第5回国民体育大会のバレーボール大会一般競技をコート8面の整備工事に着工。しかしメインコート4面の場所には朝鮮人学校が設けられており、同校の立ち抜き移転問題が持ち上がる。朝鮮戦争勃発直前の南北間の対立が膨れ上がっていた時期だったため立ちきは、 政治問題に発展、市内で大規模な騒乱事件が発生した。公安委員長の職にあった榊原は、かつての同志で、北朝鮮系グループの指導幹部であった、神谷密次に秘密裏に接触。会談は1時間余りにわたって行われ、榊原は公安委員長の命令で、増援警備力の要請を撤回、北朝鮮系グループもこれに応えて、 デモ隊撤収を決定するという案がまとまり、事件は収束した。メインコートの工事は7月中旬に着工。国体バレーボール大会は10月28日から5日間、無事開催された。1954年11月10日、東海新聞社は岡崎市から移植され、1200ページに及ぶ岡崎市戦災復興誌を編纂刊行した。 1959年の岡崎市長選挙を報じる東海新聞の記事。市政始まって以来の深刻な戦いと言われた。新聞社経営の傍たら、1947年4月30日執行の愛知県議会議員選挙への立候補を目論むが、前社長の黒柳らの反対にあい断念。さて、同年3月26日、第1回公選岡崎市長選挙が告示される。 三河新聞廃刊後、形跡採掘業に従事していた竹内教授が出馬したため、坂木原は、社を挙げて竹内を支援した。市長選の候補者は、竹内の他芝重隆の長男の滋賀藤雄、元市長の本田俊樹ら計4人。立候補者の立ち会い演説会で、滋賀藤が、市内のある新聞が、でたらめ記事を書いたと述べ、坂木原が壇上へ駆け上り、 出現を取り消せと迫ったことから会場が騒然となったことがあった。この時スリにセルの袴の学生風の一人の男が会場から立ち上がり、榊原の支援演説を行う。三河新聞時代の部下であり、数年後、愛知新聞を創刊する内田義久であった。投票は4月5日に行われ、竹内が初当選した。 1951年の無投票再生を挟み、1955年の市長選は、元衆議院議員の千賀康二と前述のあだち、一平に挑まれた。千賀が掲げる参戦反対のスローガンに追い込まれた竹内であったが、坂木原には副案があった。市長選の1週間前の4月23日に県議選を控えた大田康二と長坂晋二の 両候補者に絶えず接触し、当選が確定したら即座に竹内の応援に回るよう働きかけていた。果たして、大田と長坂は当選。竹内は激戦の末、参戦した。1959年の市長選は竹内と大田浩二県議の事実上の一騎打ちとなった。戦前戦後の全期間を通じ、経営愛ともなって、 終始竹内さんと運命を共にしてきた私としては、あんな形でもとを分かつことになろうとは、なんとも、形容のしようもない痛根児だった、竹内さんの参戦優待と、死の功労者としての老後の平安に、すべてをかけてきた私としては、全く取り返しのつかぬ出来事だったとのちに、述べているように、坂木原は、大田の総参謀として竹内と、相まみえることとなった。渋る大田を、 市長選出馬に踏み切らせたのは、坂木原と鳥も一義だったと言われている。選挙戦は、竹内の四戦阻止という結果に終わり、以後大田市政は3期12年続いた。1963年4月の愛知県議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し初当選。坂木原は、中垣国を派に所属し、同じく初当選した愛知新聞社社長のうちだ、吉久は、 呂野幸雄派に所属した。選挙の結果は以下の通り、当日有権者数十万九千七百三十六人、最終投票率七十八八点四パーセント。8九百六十七年に再選。九百六十九年五月三十日、治安委員会委員長に選任されるも、七月、脳卒中で倒れ、九月三十日に委員長を辞任した。病後は。 言語障害に侵された。1971年の県議選は、不出は。1972年12月5日、東海新聞社の社長を退任。1983年3月12日、脳卒中後遺症のため市内賠幻町一丁目の自宅で死去。73歳坊つ、近藤春治。 ありがとうございます。